しました。レッドカーリー、そしてソビエティンが追う、エルコックも上がってくる。カーリーです。カーリーの走り、さてもどうでしょう。金メダル、速報タイムで9秒79、追い風 0.1m。 予選でいきなり出してきました。なんという走りを見せたのか。こんな走りは見たことないです。予選で9秒79、これはボルト選手よりも予選早いタイム。